前節に比べてすごく僕ららしさっていうのはすごく表現できたかなと思いますし、一人一人1週間準備してきたものをすごく整理してプレーできたので、これをホームの勝ち点差につなげることがすごく大事だと思って、勢いは少しずつですけど出てきてると思うので、次ホームでなかなか勝てないので皆さんと勝ちを分かち合えるように頑張りたいと思います。